はい、いつもありがとうございます。BGB の1159ですね。メジャーリーグのパニーニクロニクル2019です。こちらワンケース使用したグループブレイクで、サインカードが、ワンケース16箱の中に1箱ですね、3枚出ますので、合計48枚サインカードが出ます。で、一口、ね、ワンスポットご注文されるとハンドルネームが2つになります。一応メーカー公表は1箱サインが3枚出るということで、まあ店内でね、開けられてるお客様を見てもまあ3枚ずつ出てますんで大丈夫かと思います。オッズオーバーでもし4枚出た場合は、ずれる形になりますね。はい、そこだけご了承ください。はい、で、最後余った分はね、全員抽選で分配と行きたいとこなんですが、残りのパックもね、分配しないといけないんで、ちょっとそういう場合が何パック最後にあったかでっていう形なんですね。はい、まあ基本的には3枚出たら、4パック目はそのね、開封順でまたサインが出なかったパックですね、そちらは開封順にこちらに当てはめた順番通りでね、当てはめていきますんで、はい、その順番通りに当てはめていきたいと思います。まあサイン4枚目が出た場合は、まあもし1箱目で出た場合は、まあそれね、最後のパックでしたら1の3に入るような感じになると思います。はい、はい、じゃあ、抽選してから開封となりますね。お客様のハンドルネームを、抽選いたします。で、こちらのね、24スポットに当てはめます。あ、48ですね。はい、じゃあ、サイコロ2つ振って足した合計ランダマイズです。はい、いきます。あ、1と1の2は振り直し、よいしょ。はい、5と6で11回ですね。ちょっとスポット数が多いのでね、開封するときはね、ちゃんとまた大きくしますんで。はい、じゃあいきます。11回ですね。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10で、次ですね、11回目いきます。せーのポチ。まあドラフト形式じゃないんでね。はい、11回目なっておりますね。はい、トップが塩さん、ボトムがタムスリーさんで、こちらに当てはめます。はい、このような感じですね。で、ちょっと拡大します。で、開けていくときにね、戻しますんで、戻すというかね、こうね、枠をつけますんで、ちょっと、はい、これでいいですかね。はい、じゃあまず1箱目、サイン1枚目が塩さんで、2枚目が K39 さん、3枚目が秋55さんとなります。で、サインが出なかったパックも塩さんへ、 K39 さん、秋55さんの順に分配です。はい、はい、16箱ということでケースが大きいです。はい、またここに置いてね、1箱ずつ、はい、時計回りの順に箱を取り出して開けていきます。よいしょ。とりあえずね、開けますね。はい、こんな感じです。クロニクルベースボール、逆ですね、こうか。よいしょ。はい、じゃあ上からこう時計回りにこう、はい、上げていきます。獅子16ですね、4段ですね。よいしょ。ちょっとね、本当に大きいとね、店長ここでやってるんですかってよく言われます。狭いんです。はいすみませんね。まあちゃんとここ置いてますしね、お客さんも見てらっしゃいます。大丈夫です。はい、じゃあまず1箱目いきます。よいしょ、よいしょ。で、右上から開けて左っていう感じで開けていきます。サインが出たら分配、出なくても1から一番上から分配となります。
はい、とてもね、好評ですね、今回もね。まあ、無駄なカードがあまりないという感じでね。はい、パダック。ヘルキャンドスターですね。タッカー。で、これがひっくり返っているコリアの50シリ。これはクロニクルのベースの50シリ。で、スペクトラのケビン・ニューマンですね。まあ、3割打ってますもんね。はい。ルーキーカード。コペックのコンテンターズ・オプティック。で、フリーマンのオバジ。タイ・フランスですね。で、クリス・デイビス。ということで、サインが出なかったパック一つ目ということで、はい、このカードの、このパックは、シオさんですね。はい、まあ、ニューマンのスペクトラ出てますんで。こっちか。よいしょ。次のボックス行きそうでした。6パックありますもんね。よいしょ。はい。この感じで、どん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 開けていきます。ちょっと時間かかっちゃうんで、サクサクいきます。テレス、ムーキー。これいいですよね。なんか、いいです。ハーパーですね。これは、タイムレストレジャー。はい。アベリノ。アビアタル。はい。50シリの5番。ですね、ジャイアンツですよね。あ、サンフランシスコね。はい、サイン1枚目シオさんで、フェニックスの、はい、キックリンで、色ついてるフェニックスはクリブラですね。50シリ、はい、でクリブラの、はい、エッセンシャルも出ました。チャビスのサーティファイのグリーンなんですけど、シリアルはないと。なぜでしょうね、サーティファイドのグリーンって言ったら5枚限定とか普通ありそうですけど、なさそうです。ちょいちょい出ますね。お客さんもグリーンとか、あ、シリアルないんだ感じです。はい、はい、じゃあ、塩さんですね。とりあえず1セットできましたね、塩さんね。ニューマンのスペクトラと、はい、アベリーノの50シリノートという感じになります。で、次のパックね、こちらのパック、サインが出ても出なくても、K39 さんとなります。はい。タティス・ジュニアですね。ほんタティス・ジュニア。そっか、連チャンする場合もあるんだね。2も。お、トラウトのスペクトラ色付き。かわいいピンクです。はい。75の53。いいっすね、トラウト。ね。そしたらまたトラウト。はい。フェニックスのプリズムシルバーですね。結構シルバー系、まあちょっと出にくいなっていうやつはひっくり返ってますね。なんかね。トラウト、トラウト。タティス、タティス。トラウト、トラウト。で、シャーザーのオバジ。これも99の97ですね。色ついてます。パープル。で、チャビス。パダックですね。はい。サイン出なかったんですけど、まあ、トラウト、トラウト。で、まあ、はい。回収しております。K39 さんですね。そう、重なるんですよね。そう。ワンパック、あのね、スリー将兵とか、前ありましたもんね。フォー将兵とか。はい、アロンソ。タッカー。で、アロンソ。ね。こうやって重なるときは重なる。はい。で、ウリアスの199の24番。これはスペクトラのオンカード。ということで、はい、K39 さんも、はい、ワンセットできました。はい。で、タイタンのパダック。ジャッジ。マクニール。パダック。パダックさんよく出ますね。よいしょ。で、次ですね。秋55さん。何が出ても、はい。秋55さん。メモラが一つね、箱で入ってますんでね。はい。なので、そっか。秋さんがメモラっぽいですね。キーブーンで大谷さん。
99シリ、ロレント・ケイン。で、スチュワートがひっくり返ってます。これは、あ、コーナーストーン、オンカード。はい。まあ、じりじり良くなってます。81-99、コーナーストーンのオンカードオートです。これ、秋55さん。いいですね。うん。で、次もかっこいい。タティスの、はい。クルセード。これは199ですけどね、かっこいいんですよ。いいデザインです。オバージのシェフィールドと、ヘルナンデスとリゾ。秋55さん。はい。ワンボックス目はね、なんか綺麗に順番に出ましたね。うん、はい、ベリンジャー。ライリーですね。菊池。で、タティスジュニアのメモラですね。はい。なので、サンスポのうち誰かがメモラをゲットできるという。はい、トラウト。で、ひっくり返ってる大谷は、オプティックで光ってます。シルバー。かっこいいですね、これもね。はい。で、コペックで、レイノルズは25シリ。赤ですね。23-25。はい、綺麗に、2パックずつセットができました。はい、1箱目でした。で、2つ目。こうですね、サインの順番、ね、2-1 HR さんで高知さんで手足口さんですね。こうかな。はい、まずはデイビス。これかわいいです。ターナー、カル・クアントリルさん、ルーキーピッチャー、うん、で、スペクトラは、はい、チャニングですね。うん、打たれますね、ちょいちょいで、マイク・トラウトのクルセード。で、デイビスのオバージー、ボットとキクリン。はい、HR さん。はい。サインが出なかったんですけど、まあ、一番初めが HR さん。よいしょ。で、二つ目。はい、ブランドン・ローですね、ルーキー。で、ライリー。リミテッド。コペックですね。リミテッドはあんまり見ないな。シリアルないんですね。はい。で、ジェフリー・ロドリゲス、クリーブランドのピッチャーは、サインですね。はい。HR さんですね。で、クリーブラのオプティック。お、フェニックスもかっこいいですね。アロンソです。199-160。フェニックスもちょっとウェーブかかるとかっこいいです。ミッチ・ケラーと、タイフランスか。はい。で、HR さんですね。結構交互に入ってるのかね、これね。サイン入ってる、入ってない。入ってる、入ってない。どうなんですかね。はい、トラウト。ヒメネス。これは金だけど、アロンソ199ですね。51番。ひっくり返ってますね。ロアイジャーですね。スペクトラ。これが25シリの18番。まあまあ、いいですね。かっこいいです。ビックリマン。
で、ひっくり返っているのはベリンジャーのクルセードプリズムです。で、デグロムのオバジとローとアルテューベ、だこれシリアルもどこから出るか、まあ、あの自由ですどこからでもなんかシリアル出たりするんで、ちゃんと一枚一枚ちょっとね、ボックス買われる方とかもシリアルがどこから出るとか決まってないんで、はい。で、高知さんのサインなしの方、はい、ベリンジャーですね。シャザもいるのか。で、ゲレーロジュニア、タイムレストレジャーです。で、次はパトリック・コービンですね。はい、プレステージの音。はい、これ高知さんですね。で、ノラ、アロンソのタイタン、オヘアーンとデイビスですね。うん、なんか候補に入ってるっぽいですね、これ。なんかね、どうなんだろうはい、で、次が手足口さんですね。アダム・ジョーンズ、はい、キャニング、パダック、デニス・サンタナですね。これなんだろう。おお、パッチ入ってる。はい、コーナーストーンのクワッドパッチオートです。オンカード4つパッチが入ってます。で、10の1番デニス・サンタナ、マーブルですね。はい、これ手足口さんですね。体調良くなりましたか。はい、トーレス299、ストーリーのオバジとアロンソとレイノルズ。店長は仕分けしやすいんでいいですね。まあ交互にセットにできる感じです。でしょ、はい、じゃあ、手足口さんですね。これもね、ジャッジ、ゴルシュミ、これはチャビスか。お、ゲレールジュニアがひっくり返ってるけど、サインは3枚もう出てるので、三つ窓ジャージ。でもゲレールジュニアです。それとタッカー、クルセード、コペックのタイタンが、はい、プリズム、クリブラ。はい。これ16個。あ、ほぼ全開した。まあ、無理されないでくださいね。だいぶかかったでしょ、治るまでに。自分はね、確かね、4、5歳ぐらいの時にかかったのかな。なんか2、3週間は普通にかかった記憶があります。飯めっちゃうまいっしょ。ねえ、はい、クリムラ、シャーバー、治った後のね、はい、ヘルンですね。で、スペクトラのシェフィールド、はい、ルーキーです。はい、それとクリブラのタイタン、トーレスのオバジ、ヒメネスと、ローラザニエル、ラザニエルでしたっけ。はい、ブランドン・ローじゃないですよねあ、そっか、ここ3つ目コースね。はい、これが、ウォームさん。はい、レイノーズ、キーブンですね。はい、キャニングですね。あ、ゲレーロですけど、ガブさんの方です。はい、ガブさん、ゲレーロですね。はい、で、チャビスのコンテンターズ、オプティックと、ベッ
つのタイタンでプリズムになってます。299でゲレーロジュニアとマクニール、はい、ここがウォームさんでした。ああそうなんですよね、ほんと完治まで長いんすよ。うん、よいしょ。はい、バイツヒメネスシリアル入ってる、センゼルの199、はい、あスペクトラのキクリンです。かっこいいですねこれね。はい、で外のクルセードシルバーになってます。オバージのジャンセン、ロールアーノさんとプーちゃん、はい、サイン出なかったんですけど RAR さんですね。でここが多分サイン、うちはね、あの野球のクロニクルはパックリはしてないんですけど、これはあトラウトだ、パックリできないですね。スチュワート、ゲレーロジュニア、はい、でカイルライト、これかっこいいんですよね、アセテートでね、32-99アメリカズ、パスタイム、何年か前にありましたねこのブランド。ただこんなかっこいいカードじゃなかったんで、はい、これ出してよって思います。メリフィールド、ベッツ、マクニール、ヘルナンデスで RAR さんでした。ありがとうございます。でこちら2つですね、 M28 さんですね。はい、ヒューラ、よいしょ、ベッツ、これはロー、はい、バーリア、去年だよねこれね、ルーキーね、5-25、これなんだ、アウトだ、スペクトラ、ベテラン扱いなのかな。はい、オンカードですよね、51、はい、バーリア、まあ、防御率5点ちょうどぐらいですか。はい、で、ショーン・アンダーソン、かっこいいですね、これ、クラックアイスです。クルセイドのクラックアイス。リゾ、スタントン、ベッツ。はい、M20。でもワン一つですね、ワンパック。じゃあこれがメモラ、ホセラミ、デグロム、トラウト、アロンソですね。はい、アロンソ2から、まあストライプですけどね。でデグロム、メッツ多いな、あクリブラはい、シルバーですね。でコペックとリゾ、青いチームが多い青いチームが多いですね。はい、 M28 さんでした、ありがとうございます。はい、でジョーダンのこれが4つ目です。はい、4箱目、手足口さん、デムールさん、パンさんですね。はい、ギャロ、よいしょ、ザグナスでしたっけね、アロンソですね、ルーキー&スターズで、スペクトラのグレイバートーレス、これ何人打ちぐらいなんですかね、これで39番ですね。でトーレス、トーレス、オバージのメリフィールドですね、
モリナとタッカー。はい、ここを手足くださいね。はい、手も一個。はい、ジャッジ。これも箱にぐらいですよね。ジャッジはちょっとなんか悪意を感じます。いいんですけどね。はい、イエリッチ。コンちゃん。コンちゃんレギュラーいるんですね。で、ブレット・ケネディですね。サンディエゴ。アカパラは50シリ、38番。はい。それと、オプティック・パダック。アクーニャですね。タイタンの赤。何シリだ199ですね。大体もう色つくとなんかかっこいいですね。アクーニャです。と、パダックとゲレーロのグリーン。グリーンでシリアルなくてもちょっと、まあ出にくいですよね。ベテランもいますからね。はい。で、足口さんでした。ありがとうございます。よいしょ。これパックで売れないですね。確定です。まあケースによって違うかもしれないですけどね。はい、小谷さん、キクリン、イチロー来い、あ、来ねえや、クリブラの199、スペクトラのウィルソンで、ひっくり返ってるのはバーランダーですね。はい、フェニックスの、まあ、シルバープリズム、うん、一応プリズムになってます。で、オバージの日浦。活躍してますよね。4番打ってますからね。ヒメネス・ヘルナンデス。はい、ここがデムーロさん。で、ここがデムーロさんのサインかな。はい、キーブン、コペック、これアンドラス、なんか、うん、渋いキャラというかね、ベテランも入ってる人は入ってますね。で、ひっくり返ってるのはカイルライト。はい、で、フェニックスの大谷さん、よいしょ。はい、バイズのタイタン。で、タッカー、カイルと、ロールアーム。はい。で、二つね。4の3、パンさんですね。よいしょ。はい、デュプランター、センゼル、よいしょ、ローですね。で、ひっくり返ってるのはケビン・ニューマンス、パイレーツ3割、まあまだ乗ってるかな。はい、36の99。お、パッチじゃないんだ、こんな分厚いのに。スペクトラのパラレルですね。それで分厚かったんですね。はい、ケビン・ニューマン。はい。で、こちらはフェニックスのプリズムのチャプマン、299。アルトゥーベのオバージーと、リンドーアとトレバー・ストーリー。はい。お、なんかこれも分厚い。ティティ。パダック。ヒメネス。これか？あ、99シリだな。86の99のヒメネスですね。まあ、ルーキーですからね。あ、パッチねえんだ。分厚いのにね。はい。ね。まあでも、ヒメネスですからね。
まあメモラはなんか今おまけみたいななってるね。ああ、もう何言ってかわかんないですけど。まあこういうね、うん、ゲレールジュニアとかルーキーのね、光系のが全然いいですね。はい。アロンソのコンテンツアズオプティックのね、シルバーです。ね、こっちの方がいいかもしれない。で、イチローさんとプーちゃん。はい。パンさんでした。よいしょ。ありがとうございます。はい。で、2段目です。こうですね。やっぱメーカーも、こう、ランダムに入れちゃうと、その入ってなかった、なんちゃら、出てきちゃうんだね、いっぱいね。だいたい決めてですね、もうね。よいしょ。はい。デイビス。モンデシ。タッカーですね。これのホース。で、ロールアのルーキーです。99シリ63番ですね。で、ハーパーがひっくり返ってます。クルセイドのシルバー。かっこいいな。いいですね。で、センゼルのオバチと、ケラーと、ロー。はい、ここが F28-3。で、これがサインかな。はい、ロー、ライリー、タティスジュニア、これかな。あ、フレッチャーです。199、うん、スペクトラのオートですね。デビッド・フレッチャー、まあ2割9分ぐらいですけど、まあメジャーでね2割9分打ってますからね。はい。で、ヒメネスとセンゼルとアルトゥーベ、インド。はい、サインはフレッチャー。ただあのサインが何出るかランダムっすね。うん、この位置からただのシールサインってわけではないので。ね、はい。なのでボックス買われる方は特に気にしない感じか。よいしょ。はい、ベリンジャーですね。レンドン、キクリン、50シリ、9の50です。赤パラ。はい、あ、表向いてた。これはダガーさんだ。30の99。はい、で、ヒメネス。かっこいいな。299。かっこいいっすね。うん。色が合ってます。ウリアスと、オヘアンと、アロンソのサーティファイ。はい。ここがヒューマさん。はい、シャザ、アダム・ジョーンズ。アダム・ジョーンズもレギュラーにいるんだ。キーブン。はい。で、菊池くんがひっくり返ってるけど、あ、ジャージですね。はい。ね、ちょっと違うパターンですね。はい、菊池のトリプルジャージで、センゼル、スタントンがひっくり返ってるのはシルバープリズムですね。レールヌズとストーリー。はい、ということで、こちらはヒグマさん、ダガーのサインとキクリンのジャージとなります。よいしょ。よいしょ。はい。で、 SSMI さんがこの2つになると思います。
ジャッジ、アブレイ、大谷さんですね。お、イチローさん。大谷さんの次にイチローさん、これ2番なんですね。はい、スペクトラのベース出ました。アロンソのフェニックス、オバジのクリブラ、クリブラフランスか。いや、クリブラ3連続来てほしく。はい、 SSMY さんで、こっちが3位かな。どうでしょう。はい、ゴルシュミ、パダック、キクリンで、マルケスさんですね。ロッキーズでしたっけ、コロラドですね。はい、プレステージの音で、タイタンのトラウトとクリブラが文字になってます。75シリーズですね。65番、文字になるとかっこいいですね。デイビスとイチローさんのグリーンってことで、イチロー、イチローでしたね。イチローさんもこうやってレギュラーカードに常に入ってるのって今年いっぱいなのかな、どうなんでしょうね。来年からは少なくなるのかな。まあレジェンドの入ってるプロダクトだったらどうなんだろうどうなんでしょう。はい、次6箱目ですね。3つ入ってる、入ってますね。はい、はい、じゃあヒューマーさんですね。お、ゲレルジュニアスタート、ハーパー、199のコペックリミテッドで、スピクトラのゴルシュミ、はい、でキーブームのオプティックで、ベリンジャー、オバジですね。でモリナとイエリッチ、これベテラン初めて出たのとか結構ありますね。案外かなり少ないんですよねこれね。はい、でトラウト、クリブラ、キクリン、3番目キクリン率高いですね。で、ひっくり返ってるのはディーン・ディーツ、ヒューストンのピッチャーですね。99シリ、あ、これアブソリュートなんだ、ルーキーオートグラフ、76の99。でヒックスで、カイル・タッカーのアイスですね。フェニックスのアイス、99。クルーバー、アロンソ、クルーバーも初めてベース見ました。はい、ヒグマさんですね。ありがとうございました。で、次、ロイヤルさん。ハパ。ですね。パーム。デヨング。アワアワのコペック、ルーキーです。スペクトラ。72の99。で、ひっくり返ってるのは、はい。だいたいシルバープリズムがひっくり返ってますね。はい、ヒメネス。バーランダー。ペッツ。ゲレルジュニア、エッセンシャル、はい、ゲレルジュニアからまたゲレルジュニア、これも出にくいっすよね。パック2ぐらいですもんね、クロニクルのベース。はい、でパダック、これはエストラーダ、
ひっくり返ってるのはウリアスですね。38199。スペクトラのオートジャージル機。はい。で、ビジオン。あ、ビジオンも入ってるんだ。タイタン。他のカードいないですよね。そっか。人によって、入ってる入ってないがあるかも。ね。ヒメネス、タティス、レイノラスか。はい。で、ここがロイヤルさん。はい。で、二つですね。なんか超分厚いっす。K39 さんですね。二つとも極厚です。でも、単色ジャージに気をつけてください。よいしょ。あとで。大谷さん。あ、99です。19番。2番違い。はい。で、ここはゴンサルベスの11-99。あ、パッチ入ってた。よかった。はい。99でちゃんとパッチ入りますね。オンカードですね。はい。で、チャビスのプリズムは299。バイズ。トラウト。はい。で、こちらも、熱いですね。さっきは極厚で、単色。はい。ヒメネス、コレア、あ、これか。これが作ったのか。はい。コーナーストアのベースです。バイズの99-49。と思ったら、ジャージも入ってるんだ。これもベース扱いか。ただ単の。ね。はい。で、ヒメネスのジャージです。で、ハーパー。ひっくり返ってます。タッカー。シルバー。で、ハーパー。クリブラ。という感じですね。極厚すぎますね、これ。超分厚いです。はい、K39 さん。よいしょ。はい、2段目の3つ目。よいしょ。あ、そこそこ。7個目ですね。はい。塩さん、MYK さん、高橋さん。とりあえず塩さん。はい、これトラウト、ヒメネス、でスペクトラのブラッドケラー、ロイヤルズでしたっけ、ピッチャー。まあまあですね。はい。でひっくり返ってるのはロー、これシルバー、フェニックスのシルバー、デイビス、ベリンジャー、アロンソ。パック開けてベリンジャーか、あ、ベリンジャーじゃない、アロンソか、ゲレロか、タティスか、なんか1枚でも出れば、うん、っていう感じでしょうね。重なると重なるという感じです。ヒメネス、タティスジュニア、ちょっと笑っちゃう。なんかね、味がありすぎます。すごいですね。で、ゲレロジュニアも出ました。はい。で、ローの199-120。はい。音ですね。はい。よいしょ。はい。それと、アルトゥーベ。ホスキンス。ホスキンスもいるんだ。初めて見ました。で、ローと、レイノルズ。はい。ここが、シオさん。キャニングですね。パダック。
はい、99シリ、お部屋ですね。33の99。あ、ポイント、何ポイント？ 600 だ。あ、これは、ある意味、ポイントでいいんじゃないですか。ポイント600はかなり野球だとそこそこ何枚か取れるんじゃないですかね。はい。あ、そっか。MI 計算か。交換できます？できなかったら言っていただけ、リワードっていう、インターネットでちょっと検索していただいて、リワードっていうところが、ページがあるんですけど、そこで、野球とかね、他のバスケットとかも交換できます。まあ、言っていただければ、送料はかかっちゃうんでね、あれですけどね。まあ、これがサインの代わりになっております。はい。キクリンの199。それとデグロム。ポールス。イチローさん。はい。まあ、600は最近あんまりもう見ないですね。もうだいたい150か250。ですね、最近はね。タッカー、ヒメネス、チャビス。はい、菊池くんひっくり返ってた。はい、トリプルジャッシュ。ですね。あ、そうですね、パニーニリワーズ。ですね。パニーニのホームページにリワードってあるんで、まあ、パニーニアメリカで検索していただければ。はい。で、気分。で、ひっくり返ってのはじゃないや、ストーリー。はい、菊池くんはいっぱい出ましたね。あと、モリナ。そうですね、ワンスポット分は、この600ポイントの、はい、交換券みたいな感じですね。まあ、サインカードをそんなにこだわらなければ、150とか、まあ、アメフトだとね、50ポイントからあります。結構いい選手いますよね。野球だと結構去年のコンテンターズとか、うん、結構そこそこなものは取れるようなと思います。よいしょ。ほんと最近はね、もう150か250ぐらいしか、あとあんまり入ってない感じですね、ポイントね。はい、アロンジャッジ、タッカー、ハーパーで、スペクトラのホスキンスですね。これも100種類ぐらいあるのかな。これで40、ジョーダン・ヒックス、ストーリーですね。で、オタニさん、チャビスさんですね。はい、タガシさんですね、ここね。はい、ゲレーロさん、アクーニャさん、タティスさん、よいしょ、ノートですね、よいしょ、はい、カブスか、はい、それとビジオ、ビジオはタイタンしかいないのかな、ですね、はい、でクリーバーの299、でロジャースと、ロジャースも初めて見たな、イエリッチ。なんか出にくいんだか出にくくないんだか少ないんだかよくわかんないですね、これ。はい、高橋さんでした。はい、でここで2段目が終わります。はい、8箱目。高橋さん、アキさん、デムーロさんですね。あ、大谷さんも。はい。超ムキムキですね。はい。2も。199のエストラーダですね。はい。それと、スペクトラのお部屋なんですね。これが99。77番。はい、まあ打率は相変わらず。まあ打率は改善しますかね。菊池のシルバークルセード、
FF、バイツ、レイノルズ。はい、トラウト、センゼル、アロンソですね。はい、でジェイク・バウアーズが 9-25 です。サイクルヒットね、しましたね。はい、あ、オバジオとか、はい、オブジディアンですけどね。はい、25シリの9番アカパラ、サイクルヒットしたジェイク・バウアーズですね。でヒメネス、ハーパー、モリナ、クルーバー、ここがアキさん。ボットですね。気分。はい、のか、いいのか。ここもアキさんか。そうですね。はい。で、大谷さん。アラード。アラードが 11-49 ですね。はい。これは、あ、おっとだ。パッチ入ってますね。コルビーアラード。あれ、レンジャース行ったんだっけ？どこになってるこれ。アトランタのまんまだ。ね。はい。よいしょ。で、シャーザーですね。25シリだ。7-25。ピンク、パープル、ピンクか。いいですね、なんかね。で、外、イエリッチ、クルーバー。はい。で、コペック。はい。ローですね。で、キクリ。で、ひっくり返ってるのは、グレイバー・トーレス。72-99。はい。パッチ入ってないです。分厚いんですけどね。はい。それとトラウトとリンドアのタイタンの、シルバー。ベッツとベッツ。普通の銀かな。あ、金か。それとグリーン。はい、で、デムーロさん。シュワーバーですね。で、これはハーンさん。赤パラ25シリです。はい、パダック24-25。結構小シリが出始めました、モリナ、これ9番ですね。クリブラ、シフィールド、ゲレロ、エッセンシャルとタティス。はい、でタティス、バンガーナもいるんですね。でキャニングと、ペルハムさん、テキサスですね。はい。アブソノーと、ノラとチャビスがクラックアイスになってますね。99。トラウトとゲレロ。はい。デムーロさん。
はい、で3段目ですね。一応パニーリワードですか、クレジットカード払いで、普通にチェックアウトしてね、手続きすることはできるので、まあ、ただアカウントを持ってれば多分簡単にできるはずです。送ってもらうのも5、6ドルぐらいですよね。はい、ヒメネス、タティス、トラウトで、クリスティン・シュワートはメモラっすね。はい、1パック目メモラで、アルトゥーベ、シャーザーはシルバー、ゲレロ、ハーパー、ね、はい、タッカーですね。よいしょ、これはロジャース、オタニ3199で、ハンプトンですね。ギャレット・ハンプトン。あ、はい。普通のルーキー・シルバー。スペクトラ、ね。はい。ちょっとイレギュラーですね、この箱ね。ホセラミ、キクチ、タティス、トラウトですね。はい。1パック目のクリステン・シチュアートが高知さんですね。ちょっと待ってください。こんがらがっちゃう。で、今開けた2パック目はデムーロさんになりますね。サインが2箱連続出てないです。はい、で3つ目、はい、タッカー、よいしょ、ヒメネス、ゲレロ、リミテッド、初めて見た。よいしょ、で、ここが、エドモンド・ソーサ、カージナルス、アブソのオートですね。はい、サイン1枚目ということで、これは高知さん。はい、で、タティスのタイタン、コペックは299、トラウトとシフィールド。はい、高知さんは操作のサインと、クリスティン・シュワートのメモラとなります。はい、でデムーロさんはとりあえずギャレット・ハンプトンのスペクトラのベースですね。はい、シャーザー、ヒメネス、アカパラ、シャーザーだアカパラですね、51-99。はい、でマチャードのスペクトラ85。はい、でジャッジのオプティック、はい、でオブジディアンとレイノルズ・モリナ。はい、ということで3位が出なかったので HR さんですね、ここね。はい、で2パックですね。今回順番にね、一個一個開けないとあれですね。はい、3位が出た順番でエムーロさん、 HR さんの順。はい、キクリンですね、ブレイクスネルで、ゲレールジュニア。はい、お、ヒューラー、ケストン・ヒューラー。おお、少ないのかな、46-50です。あんまり見ないですね、46-50。はい、ブルワーズ4番ちょいちょい打ってますからね。アロンソ、トラウト、イエリッチ、大谷さん。はい、ということでサインが出たので、まずデムーロさん。はい、でここの最後がサインだと思うんですけど、 HR さんですね。イレギュラーでしたら申し訳ないですね、ちょっとメーカーに文句言います。
まあ入ってると思いますけどね。どうでしょう。はい、コレア、ベッツ、よいしょ、ロー。で、ここですね。199の199、ホセ、ジョシュ・ジェームスか。ピッチャーですよね。はい、サイン出ました。ということで、サイン3、メモラ1、ハズレが2っていう感じでした。はい。で、クリブラのフェニックスは、199。で、タッカー、クルーバー、ベッツ。はい、これが HR3 ですね。はい、で3段目の右下、はい、これ10箱目ですね。はい、イエリッチ、レイノルズ、よいしょ。タッカーですね。はい。お、大谷さん。スペクトラの大谷さん。42番なんだ。DH なんだね。はい、表記。まあ今年はそっか、DH か。シャーザー。と、パダック。タッカー。ヒューラ。大谷さんのベース。まあ箱2ぐらいって考えれば。ですね。はい、とりあえず1パック目サインなしからスタートして、よいしょ、気分、コペック、よいしょ、はい、ルーキー&スターもあんまり見ないですね。で、ギャレット・ハンプトン、13-49、おお、すごいパッチ入ってる、コロラド、はい、パッチ勝ちですね。はい、シオさんですね。2部も入ってますね。コロのとこですね。オロ。はい。49種類でこういうとこ入ってんだ。オンカードです。はい。で、ヒメネス、センゼル、シチュアート、キクチ。ルーキー多めでした。全部ルーキーか。全部ルーキーですね。このパック。はい。で、SSMY さん。はい。デュプランタ。タティスジュニア。99のパダック。はい。で、リス・マグワイアは199の186。スペクトラですね。はい。スペクトラ2連続か。はい。箱にもあるんですね。ジャッジは299、ホセラミ、ボット、モリナ。よいしょ。はい。ティティ、パダック、ジェネット。はい。で、シーガー、コーリーシーガーですね。これメモラかな？メモラですね。はい。さっきのマグワイアと一緒に SSMY さんですね。センゼル、チャビスはシルバー、タッカーイチロー。パニーさんもこうやってね、イチローさん結構入れてね、くれてますからね。逆にトップさんあんまりベースに入ってないですかね。ね。ちょっとあんまり見ないですよね。うん。種類入ってますもんね。これはね。よいしょ。はい。じゃあ、MR2J さん。はい。アロンソのリミテッド出ました。で、ゲレロ。
で次はポージのスペクトラで、またアロンソ2枚目です。ホスキンス、パダック、ヒメネスですね。2アロンソ、はい、コペック、イチロー、ハーパーですね。で、ヤンシアルモンテ、コロラドのピッチャーズ。あ、クラックアイスになってる。あ、23シリ。ああ、これもあるんだ。アブソリュートのクラックアイスオートです。10-23。綺麗ですね。で、トラウト。で、ハーパーはモジョッテ75。で、ヘルナンデスと大谷さん。ここが MR2J さん。はい。で、3段目の左下ですね、これね。こっちですね。はい。はい。11、12、13、14、15、16、合ってます。はい、これが11箱目、RAR さんですね。はい、まず菊池、パーム、これは誰だ、タッカーですね。タッカーの199で、スペクトラのルーキーですね、ピッチャーで、クリブラがシルバーかな、シルバーですね。で、ベリンジャー、タッカー、リンドア、繰り返さなくていいような気がしますけどね。まあ光ってるだけだからどうなんだろう。よいしょ。はい、クリブラ、ベッツ、デヨングですね。はい、でホレスト・ウィッティですね。これもエッセンシャルの音、あ違う、パニーニの音だ。92-99。で、アルトゥーベ、ホセラミ、ストーリーとチャビス。はい、ここが RR さん。はい、で、大谷さんですね。クラシック。で、エストラーダ。で、大谷さん。通称兵ですね。はい、で、ロールアーノさんは、62-199。スペクトラですね。はい、いい選手ですよ。はい。タッカーが199。バーランダーと、イチローと、気分。はい、で、ジェイソン・マーティン、ローですね、ターナーで、外はダブルジャージですね。はい、マッチさんですね。外のジャージとローレアーノさん、タティスジュニアで、アレナードがシルバー、タッカーとロジャース。よいしょ。はい、で一番下 MYK さん、今度はポイントじゃないといいですけどね。
ポイントもあるんですね。初めて見ました、でも。シャーザー。これがクエンテですね。で、タッカー。カエルタッカーの50シリ、38番ですね。はい。で、キャニングですね。エンゼルスのピッチャーです。まあ、ちょいちょい出てますね、最近。13-49。キャニングね。で、ベニーテン。バイス。で、大谷さん来ました。それとハーパー。で、こっちがサインかな。あ、キクリンの。はい、これ出ました。はい、スネル。コペック。で、ここが、タイバーテリーはもう、エンゼルスでしたよね。あ、エンゼルスの、ですね。はい。ね、中継ぎ抑えがね、ちょっと、エンゼルスは、はい。うん。しょうがないですよね。はい。タッカーの299。それとシフィールドとバイス。噛み合うとき噛み合うんですかね、エンゼルスね。すごいね。でも、先発降りちゃうとちょっと、うん。頑張れっていう感じですよね。よいしょ。はい。で、次12箱目。はい。ウォームさん、ロイヤルさん、デムーロさん。はい。コペックですね。で、イチローさん。アロンソ。はい。で、これはコペックの、はい、アメリカンパスタイムでしたっけ？アメリカズパスタイムだ。59-99ですね。はい。コペック。はい。で、ジャッジ、パダック、ポールス、イチロー。はい。で、次は、気分。大谷さん。プレジャー初めて見ましたね。で、99のカエルタッカー。はい。で、これは、コビン・マーチンですね。コンテンターズか。あ、コンテンターズの赤パラ。36-50。横型なんですね。で、サインが2連続ですね。ちょっと、また。スタントン、トラウト、菊池一郎。はい。で、ちょっと混ざっちゃうんで。サインが2つ連続出ました。1パック目のコペックはウォームさん。2パック目のコンテンターズですね。マーチンはロイヤルさん。で、三つ目。はい。クリブラ。ベッツですね。菊池。よいしょ。あ、メモラ。ってことで、ウォームさんですね。ジョシュベル。99シリ、83番。はい。で、ヒメネス、パダックはシルバー。で、大谷、気分。はい。とりあえず、ウォームさんが、ここで、2パック分、OK です。はい。で、ハーパー。タティスジュニア。ニモ。キラキラしてる。あ、キャニングだ。スペクトラのキャニングですね。これは25シリの15番。
はい、で3位が出なかったので、ロイヤルさんですね、ヒメネス、タイタンのシルバーです、バーンズ、アロンソ、ローですね。タイタンっていうブランドを出すんですかね、今後どうなんでしょうね。よいしょ、これで様子見んのかな。でも野球から新ブランドをスタートさせる、どうなんでしょうね。バスケからかなと思ったらクロームですもんね、これもね、クローム系カード。まあ確かにセレクト出してないんで。はい、大谷さん、シャバ、もう一個あった、はい、ハーンスね。でひっくり返ってるのがブライス・ハーパーだけど、ひっくり返ってるだけというかシルバーですね。スペクトラで、センゼル、モリナ、チャビス、ロジャース、はい、高校サインですかね。デムロさん、マーチ、ロー、キャニン、結構キャニンも入ってるんですね。はい、トレバー・リチャーズですね、マイアミ、アブソの弟ですね、トレバー・リチャーズ。彼もプロスペクトの時ですね。大谷さん光ってますね。299バエズとタッカー、はい、デムーロさん、はい、で、一番下段ですね、右上13、14、15、16ですね。はい、じゃあまずヒグマさん、スタントン、ギリッチで、ヒメネスで、これはコーナーストーン、あ、ジャージかはい、初っ端ジャージ15-49ですね。コーナーストーンのジャージ、はい、ブレイクスネル、それとヒメネス、ブランドン・ローはシルバー、パダックと菊池グリーンですね、これ。はい、ジャージがワンパック目から出ました。はい、ジェイク・バウアーズ、これはヘルナンデス、 H99 のニッキー・ロペスで、ダニー・ジャンセンですね。これは何シリだ、49、22番で、ハーパー、タティス・ジュニアの、これ出にくいですね、オブジディ、マクニール、ヘルナンデス、はい、メモラとサインなし、まあ、いわゆる2パック続いたのでちょっと、はい、先にこんがらがっちゃう、ヒグマさんですねと RAR さん、はい、ヒグマさんがスネルのジャージで、ジャンセンのスペクトラのサークルが RAR さん、ハーパーですね、でアロンソ、ジャッジ、よいしょ、パブロ・ロペス、アブソのオートですね、はい、それとトラウト、シャーザー、シャーザーは99で、リゾット、イチロー、はい、でサインが出たのでヒグマさんですね。
狭くなってきちゃう、ね、はい、はい、ベースは大谷さんで、キクリですね。で、クリブラが99、はい、で、トーレス、これもシルバーだからひっくり返ってるやつ、はい、シルバープリズム系はとりあえずひっくり返ってるのかね。アレナードで、マーチャード、まあ OGD は全部光ってるってことでしょうかね。クリブラ、タイフランス、スペクトラですね。ここまたヒグマさんですね。はい、で2パックですね、あとね。はい、まずはタティスジュニア、バンガーですね。これはアンドラス、はい、で日浦ですね、81の99、オーバージュオートですね。はい、さっきはなんだっけ、パニーニの音か、ケストンヒュー81の99、はい、で、ヒックスとビジオとデイビスとポールス、サインが出たので、まず RAR さんですね、ケストン、はい、はい、でラストがヒグマさんかな。ヒューロがなんかちょっと当たり扱いなのかな、どうなんですかね。そんなに見ないですよね。うん、はい、アロンソ、センゼル、ローですね。コビン・バーンズですね。あ、こっちもあるんだ、オートジャージ、41の99。へえ、これもアセテートになってます。横型のオートジャージもあるんですね。はい、これは初めて見ました。縦型ばっかだと思ってました。はい、でトラウトのタイタンは299で、ノラ、クリブラ、チャビス、はい、オートジャージね、ヒグマさんですね。で、あと3箱です。14ですね。14、15、16。これは、こうか。まあ、いいですね。はい。よいしょ。参考参考。よいしょ。はい。じゃあ、まず、菊池。で、パダック、クリブラ、あ、コンテンターですね、高齢タッカー、クラッカーアイスとかだといいんですけどね、通常ですね。はい、で、タイタンで色ついてるな、アルテーベのグリーン、50シリ、41番、はい、でアレナード、ヘルナンデスとリゾ、とりあえず1つ目、ここ塩さんですね、サイン出ました。はい、2つ目、スネル、コレア、キーブン、ジェイク・バウアーズのコーナーストーンかな、あ、ジャージですね、71の99、ということで塩さんがこちらのジャージとさっきのコンテンターズの音ですね。で、ノラ、リンドアのシルバー、コペックとジャッジ、
はい、次はタム3さん。はい、ケインですね。で、ゲレーロジュニア、ルーキー&スターズ。はい、で、ブラックモンの199。それと、ジャンセンのスペクトラですね。はい、で、アロンソのタイタン。で、ソト、ヒメネス、ローですね。はい。で、ヒメネス。タティス・ジュニアですね。で、これは、ライリー。よいしょ。お、ティム・アンダーソンだ。書いてんの？あ、書いてんだ。プレステージですね。ティム・アンダーソン。今年絶好調ですね。3割、3部長ぐらいいってますが。タッカーとハーパー。ハーパーの赤は199。ゲレール・ジュニアのサーティファイトはアクーニャ。アクニャもいるのか初めて見ました。はい、ここがタム3さん、ティム・アンダーソンのオートですね。はい、で、授業の3は RAR さんですね。はい、タッカー、アロンソですね。で、リゾ。はい、で、スペクトラはアンデューですね。あ、これ100まであるのか、やっぱり。アンデューで100番ですね。で、タッカーのシルバー。で、シュワート。ローレアのサントポールス。はい。で、こっちがサインかな。はい、ローですね。シャーザー。ジャッジ。はい、お、ヒメネスです。81-199。これスペクトラですね。はい、ヒメネスです。はい、2日裏に1ヒメネスですね。トラウト、クリーブラ、マクニール、ジャッジ。はい、ここが RAR さんでした。ヒメネスですね。ヒメネスのスペクトラ。はい、あと2つなんでここに置きます。はい、これが、左下で左上で最後、次15ですね。あ15はマッチさん全部ですね。はい、まあ一応1個ずつ開けてきます。すごいですね、確率論的に。ニスポだから4つね。ドラフトじゃなくてよかったですね、これ。はい、トラウト、デュプランター、マット・オルソン。で、アンデューのスペクトラ。75ですね。で、アロン・ジャッジ。お、アロンソのオバチ。出ないですよ。マーチンとジャッジ。はい、センゼル、ポット、大谷さん。はい、まずはポランコ、ホルヘ・ポランコ。はい、プレステージですね。うん、結構、アブソが若手が多く、トラウトですね。で、タッカーのアイスですね。青アイス。99。
で、プレステージだとちょっとベテラン系が出るのかな。ジャッジとヒューラーですね。菊池のロキ&スターですね。この位置に関係ないんですね。あんまりね。で、ジャッジ。で、クリブラの99。はい。あ、スペクトラのキーブーンですね。これはいいんじゃないですか。はい。で、ひっくり返ってのは大谷さんのタイタン。で、リンドア。アクーニャ。タティスジュニア。はい、ヒメネス、ジャッジ、ハーパーで、これはなんだ、お、もう一丁ヒメネスサイン、あ、乗ってる。おお、25枚限定です。11の25。はい、ファニーさんだとヒメネスが当たり扱いなのか。まあ最近打ってますからね。ホームランも20いったのかな。うん、打率も多分2割4分5分ぐらいですよね。コペック、菊池、マクニールとタティス。はい、2枠連続、ヒメレスでした。はい、ここもマッチさんですね。これもマッチさん、はい、よいしょ。はい、ゲレーロジュニア、タティス、青のデプランター50の49で、アイザック・ギャルウェイですね。わあ、超レアだな。サインカード自体ね、あまりなってないですからね。はい、一応ルーキーオートになってますね。で、ジャッジの299、カイル・ライト、スタントン、ベッツ。で、これがメモラ。はい、アクーニャ、マンシーンですね。で、ブライアン・アンダーソンの、あ、こっか。はい、ジャージですね。40の99。はい、マイアミですね。で、パダック、ラクーニャがひっくり返ってます。で、コペックとタッカー。はい、町田さんボックスですね。ありがとうございます。一応ヒメネスが2枚、ヒューラー2枚っていう感じですね。まあ大体ケースで去年のも2か3ぐらいいたのかなっていう感じですもんね。で、上位4人ぐらい、4、5人ぐらいから2枚かっていう感じなんですけど、クロニクルの点はカードの種類があって、ね、同じ人がダブっちゃえば、まあ、まあ、ゲレーロゲレーロっていう場合もあるし、っていう感じですね。はい、ハーパー。で、ハーパーの50シリの22番。ですね。で、199のテイラーウォード。オートジャージのスペクトル。あ、ここは16ですね。ちょっと待ってください。タッカーのパープルの文字。75ですね。で、ヒメネス、ケラー、ロー。はい、ここ16。最後なんで、まずパンさん。はい、テイラーウォードのオート、ジャッシュ。
ですね。はい、マイク・トラウト、センゼル、タティス・ジュニアで、シュワーバーだ。あ、でもこれさっきジャージあでしたね、そのデザインがね。はい、ということでパンさんが先ほどの、テイラー・オードのオートとシャバーのジャージ、クリブラ・シルバー、アルトゥーベ、アロンソ、はい、次は MR2J さん。よいしょ、コペックですね。ロー、コンフォード、はい、ルーゴですね。デトロイト、ショートでしたっけ彼ね。ショートですね。あ、ショートですね。そう、ショートやるんですよ。結構ね、うん、体格でかいなと思うんですけど。トラウトは199。はい、ロー。はい、ここが MR2J さんのサインですね。よいしょ。で、残り3パック。アロンジャッチ、パダック、クリーブラで、ジャッジですね。ジャッジのアワーは99で、チャビスのシルバー、ジェイクバウア、ハーパー、ボット。はい、この2パックが MR2J さんでした。ありがとうございます。はい、で最後の2つはタム3さんですね。よいしょ。はい、ゲレロジュニアですね。アクーニャ、ディディ、はい、お、チャービスのコンテンターだ。これはいい。あ、いいですね。あ、金だ。あ、でも99ですね。18ですね。はい、チャビスのコンテンダー出ました。はい、まあいいとこだとヒメネス、ヒメネス、チャビス、ヒューラ、ヒューラっていう感じでしょうか。菊池、ベリンジャ、はい、これがタム3さんで、最後のパックですね。はい、ボッ、アロンソです。あ、で、スペクトラでした。プライス・ウィルソン、ピッチャーですね。98番。で、ホスキンス、ボット、オヘアンと、アロンソ。アロンソ締めでした。はい、最後がタム3さんでした。ありがとうございました。はい、で、開け終わりました。まあ、先ほども申し上げた通り、まあ、このチャビス、ヒメネス、まあ、当たりのところが多分ヒメネス、ヒメネスになっちゃったのかなと思います。あとヒューラ、ヒューラが2枚出たのかなね、確かそうです。はい、という感じです。最後がタム3さん。はい、ということで明日ちょっとカード片付けがかなり時間かかると思いますんで、ちょっと発送は明日中にできるかちょっと微妙です。そこだけご了承ください。はい。まあ明日、最低でも土曜日発送できればなと思います。なるべく明日発送できるように頑張ります。はい。ね、もうドラフト形式じゃないんで、もうカード整理が終わり次第、発送作業に入ります。はい。じゃあまたよろしくお願いします。また機会があればですかね。はい。よろしくお願いします。また、野球は。ちょっと考えます。はい、ありがとうございました。